ではここからは、次のキャスターさんとお天気の引き継ぎ行っていきたいと思います。今日は感謝を伝える日ですので大丈夫かな、ちょっとティッシュの用意しておこうと思いますでは続いてのキャスターさんお呼びしていきましょう。松雪彩香キャスターです。よろしくお願いいたします。こんにちは。この後11時からのウェザーニュースライブコーヒータイムを担当します、松雪彩香です。広く日差しも届いていますが、にわか雨もいくつか地域でありますね。11時以降もお伝えしていきます。よろしくお願いします。今日は勤労感謝の日ということで、はい、いつもありがとうございます、こちらこそありがとうございます。はあ、今日はあの特別企画があるって知っていますか？なんかクロストーク中に、はい、なんかお互いに感謝を伝え合うっていうの朝からやってるんだよね。あ、そうなんです、うん、もうあの危なくモーニングの引き継ぎも泣きそうになったんですが、内藤さんとかリエナちゃんとかから噂を聞いていて、うんうん、BGM も感動、あ、私今イヤモニしてなくてできた方が良かった卒業するみたいに、うん、シンミリモードになるよって言われて、すごい、そうなのってなってたところ、うん、いや、そうなんですよ、うん、もういつもありがとうございますということで、まずは私からあやちさんに日頃の感謝を伝える時間にしたいと思うんですが、はい、出るかな。いつまでも憧れのあやちさんいつも本当にありがとうございますということで、はい、もうあの愛が大きすぎてまとまらなかったです、うん、ミスになっちゃうのですごい伝わってきます。伝わってきますか？ひしひし伝わってきます。ちょっとまとめてきたのでいいですか？大丈夫か、泣いちゃったら。私が泣きそうなんですよ。私さっきから泣きそうになってたんですよそう、またあの公開ファンミーティングですから。あ、そっかそっか、あえて感無量な感じなんですけれどもファン代表として、なるほどね、あやちさんへ、はい、高校生の時ツイッターにガチャピンとお天気お姉さんの動画がタイムラインに流れてきました、はい、その対応力に当時衝撃を受けました。あれから数年経って今一緒の職場で働いているのが夢みたいで今でも信じられません。よくあやちさんの動画は毎回チェックさせていただいています産休から復帰された日にドキドキしながらご挨拶に行ったのを覚えています。その後すぐにシャケ子と梅子のおにぎり動画撮影があり、新人の私にとっても優しく接してくれたあやちさん、プライベートでも仲良くしてくださり、一人で上京してきて心細かった私は本当に感謝しています。トリュフ卵かけご飯美味しかったですね美味しかったね。どんなハプニングも笑顔に変えてしまうあやちさんの魔法、周りの人がみんな幸せになります。あ、泣きそうデビューして半年余りですが、シャケ子と梅子で笑ってしまった事件、ペンギンの付箋事件、椅子臭事件、センシーの帽子事件などたくさんのハプニング、いつもそばにはあやちさんがいました。最近はあやちさんに似てきたと言われることも多く嬉しいですあやちさんのイントネーションは治りそうにありませんが、それさえ許してくれる寛容のあやちさんが大好きです。これからもあやちさんと呼ばせてください。いつまでも憧れです。今度は冷麺食べに行きましょうね。行こうね。ありがとうございます。危ない。そうなんですよ、せんちゃんはデビューした頃に私も復職したから、まだ半年くらいかな、一緒に働き始めて、はい、ただ私からのメッセージをね、ここでちょっと皆さんにお見せしたいと思います。危ない、ちょっと待ってくださいせんちゃん、いつも愛を感じてます。 ありがとうございます。本当に番組中だけじゃなくて、会うたびにせんちゃんからハートが出てるんですよそうだから、元気がない時も会社に来てせんちゃんがいるともうダメなんですよせんちゃんがいると、あやちさんおはようございますって言ってくれるから、なんて可愛い後輩なんだろうと思って、すごいね、あ、ね、うるうるするとこっちもうるうるしちゃう可愛い後輩思ったなってすごく嬉しく思うし、で卵かけご飯を食べに行った時がね、初めて最初に2人だけでご飯に行った時だったんですけど、もう
誕生日から2ヶ月1ヶ月ぐらい経ってるのにプレートまで用意してくれて、もう可愛いなっていつもその愛を全力で受け止めてます。本当にあーもうダメですということで、せんちゃんに愛を込めたチョコレートをプレゼントします。あ、いちごだ。あキュンと小いちご、ちょっとねハートをあしらって可愛いので絶対これ見てる人も泣いてますよ。ぜひぜひ。やったー。ぜひちょっとありがとうございます。番組後にでもぜひぜひ。なんか私は、うん、の復職された時と、うん、同時期にデビューしたので、そうだね、そのお休みされていたっていうのが信じられなくって、うん、その対応力がいやすごいですよ ね。あ本当にダバいやだからすごい不安だったの。私も1年半ぐらいお休みしてから戻ってきたから、もちろんせんちゃんとも会ったことなかったし、知らないキャスターさんも増えてたんだけども、初日からせんちゃんからハートが出てて、あ、岩佐のあやちさんみたいな感じだったからそうそうそう、あ、大丈夫だと思って、そこでねすごいホッとしたのもあります。ありがとうございます、うん、もういつもこれからもあの吸収させていただきますので。もちろんもちろん。あやちさん無理しないで無理しないで急に外国の方みたいな今完全にローマ字表記だったもん。ありましたよね。カレンダー撮影もご一緒でしたけれども、うんね、先日あやちさんにも見せたんですけれどもね、うん、奇跡のショットがあって、私の顔があやちさんにすごい似ているショットがあったんですよね。また後ほどご紹介したいと思いますが、そんなあやちさんにあやちさんでいいよ。したいと思ったんですよ。何でしたっけ？あやちさん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 。ぎこちなさがすごい。あやちさんとお天気の引き継ぎを行っていきたいと思います。はい、今日は広く日差しが届いているんですが、そうですね、ただし北海道の方からは朝から雨のリポート届いていました。北海道の方から道南で今雨の報告、ザーザーレベルの報告多くなっていますが、まだ日差しの届いているところもあるようです。北海道だけではなく、この後日本海側などを中心に雨のエリアも拡大していきそうですね。そうですね、この後も広い範囲で折りたたみの傘必要になりそうです。北海道まだまだ降りやすいですし、東北から山陰にかけての日本海側、帰り道には傘が必要なところ多くなってきます。11時からもお伝えしていきます。なんかこれが嬉しくて食べてねこの後もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ここまでウェザーニュースライブサンシャイン、小川千奈がお届けしていきました。この後もお天気の変化、コーヒータイム内では追っていきますし、またこの勤労感謝のトーク企画も続いていくと思いますので、ぜひ23時まで見逃さないようにしてください。ではこの後も素敵な勤労感謝の日を、皆さんごきげんよう。今日は勤労感謝の日ということで、先ほども小林キャスターがありましたが、はいはい、いつもありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます、はい、以前は初めて内藤さんとの掛け合いの時に、はい、パラグライダーこうやって飛ぶのかと間違えてしまったこともありましたがこうやって飛ぶんですよね。パラグライダーはそうですね。そうですよね、はい、一回こうやって飛ぶのかと間違えてしまった日もありました、はい、私もやってるのはハンググライダーですけど、ね、ハンググライダーちゃんとね、違い分かった上で臨まなきゃいけないですねあ、そっか。